おいすー、おいすー、おはようございます。おはようございます。なんかちょっとコメントであったんですけど、うん、なんかあのみんな質問いろいろしてくれるじゃないですか、うん、その質問してくれるときにその質問してくれた人の名前も言ってった方が、あ、まあ、うん、まあでも YouTube に祈祷顔に関しては、うん、名前も言ってやった方がいいじゃない、うん、そうですね、うん、あ、インスタの DM とかはちょっとあれかもしれない、うん、やっぱ個人的に祈祷顔やっぱ名前は伏せないかんけど、うんうん、まあ YouTube に関しては呼んでやった方がやっぱみんな嬉しいかもしれない。そうそうですね、うん、辻浩一さん、質問です。以前もコメントさせていただいてるんですけれども、はい、なぜ業界の方は、ヤクザ歩きになるのですか。力を抜いて歩くようなヤクザ歩きになるんですか。もしよろしければお答え願います。ね、これはでもなんかあれじゃない、ヤンキーの名残じゃない。いや、まあなんか生物学的に言うとやっぱ自分を大きく見せたいけんやな。まあまあ確かにそうだよね。こうやって、うん、で昔さ、ビーバップハイスクール、はい、あれが流行った時にやっぱあの歩き方がやっぱみんなかっこいいと思って、うんうんうん、でそれも名残であるし、当時はねバップ病って言って、ビーバップハイスクールを見た映画館を出てからのみんながガン付け合いとかそういうそのバップ病っていうのもあったというだけ、それも一つはやっぱビーバップの影響もあると思う。そういう歩き方に関してもね。もうバップ病ってみんなが言ってたんですか。バップ病って言った。すげえ、聞いたことない。でもビーバップ世代じゃないですよね。俺よかね、ちょっと上でも、俺のだけ実の兄貴とかはもうバリバリの世代だけ、実の兄貴が見よったけん俺もやっぱね小学1年生の時から影響受け取ったね、うんうんうん、なんかもう歩き方そんな感じの歩き方しよったの、真似しよったの、うんうん、普通の半ズボン履いて、うん、その半ズボンに手突っ込んで横に広げてみたり、ボンタン系の半ズボンでね。こうなんかみんなから企画送って、うん、なんか出題みたいなのを言ってた時のやつなんですけど、うん、溝口拓也さん、丸々、うん、作ってみたとか丸々させてみたとか、うん、なんかそういうなんか一般のユーチューバーがやってるようなそういう企画もやってみたらどうですかと。どう やってみたい。俺は全然何でもするよ。あ、そう、うん、何でもいい。いや、なんか面白くないかなと思って丸々やってみて。きついよ。カットね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 。手つかむよ。まるまる立ててみたとかそんなのは別にいいんじゃない。俺もねちょっといろいろ考えようったんじゃけど、はい、例えばその俺らの年代的にちょっとできんやつとかもあるやん。例えば一般のその YouTuber がやりようような、はい、例えばスーパーカーにでナンパに行ってでナンパしたけど断られて、でもスーパーカーを見てたらなんかついてくるっていうのがあるんですか。うん、あるじゃん。これ海外でめっちゃ流行って、で日本でもちょこちょこ流行りだしたっちゃうね。もう今もうやりよう人はおらんけど、でもそれを福岡で俺らじゃちょっともう年代的にね、まあ、ちょっとあれやけん、だけど若い子使って、要はうちにもね、YouTube したいっていう男の子がおるじゃん。でその子をちょっとうちにまた取り入れていって、若い世代にそういう子を配信できるような、そんなのも面白いかなと思って。メンバーが増えるってことですか。うん、そこで要は断れんか女の子が最初はね、はいはい、でもスーパーカーを見せたらついてきたっていうので説教してるんや、うん、お前ねこの野郎と、うん、お前いい車見たらついていくか。うん、そう言ってやらないか、ね、うん、まあでもそういう面白い企画はありかもしれないですね、うんうんうん、いや溝口さんいいこと言いますね。面白くないかなと思って、面白くないかなと思って、面白くないかなと思って、いや溝口さんいいこと言いますね。おせえおせえ。いやありがとうございます。トビーチューブさん、はい、福岡ならやはり成人式突撃が見てみたいと思います。あー、でもこれ面白い。いやでもちょうどね、彼女が成人式なんで次。彼女？すずねちゃんが。あー、すずねがね、はい、彼女じゃないの。いやいや、だけど彼女これ絶対今勘違いする人多いよ。あー、そう、うちらの彼女。うちらの彼女。びっくりした、びっくりした。何を、すずねちゃんが成人式やけんいいんじゃないですか。あ、次？あー、そうね、面白いんじゃないですか。あ、行ってみるか、うちのチャンネルでね。スズメを追いかけながら福岡の成人式はこんな感じだよと。ああ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 、スズメがおるんならそれ行く価値はあるよね。そうですね。あ、それしましょう。
コメントですね、タタさん、刑務所内での乱闘への質問なんですが、はい、例えば名の知れた大きなヤクザの親分は待遇が違うとかってあるんですか、うん、他の受刑者が気を使うとか、うん、これはめちゃくちゃあるよ、あめちゃくちゃあるんですか、めちゃくちゃある、やっぱどっかの親分さんが来たってなったら、はい、もうその名前だけで、もうみんな立てられる、立てられる、うん、その刑務官も違うんですか、刑務官もやっぱ当たりが違う、へ、要は、もしよ、じゃあその名のある親分に、はい、粗相をした刑務官、はい、やっぱ飛ばれるじゃん、なんでお前 何うちの親分に変なこと言おうとやってなるとよ、若い者たちが、だけど結局ほらもうすごい親分さんとかやったら、はい、何百人って下におるわけや、うんね、あの、そこの直轄じゃなくても孫であったりひ孫であったりがいっぱいおるわけよ、はい、でひ孫ぐらいになってくると、はい、もう血の荒い人間も多いけ、うん、でもしくはこの誰かそれを聞きつけて、おいあいつあの刑務官行けって、マジっすか、っていうのもやっぱある、行けって何するんすか、ぶったたけって、マジで、うん、受刑者が刑務官叩いたりするんですか、あら伸びるんですか、まだ伸びる、自分が伸びても伸びるけど、結局その親分のために行ったってなれば全然伸びてもいいや、あヤクザってそんなもんない、ね、親分のためにって、っていうのはもう自分からしたらもう勲章やけ、はい、うん、もうそういうのもあの指示があればすぐに行く、だからやっぱり待遇は全然違う、だから刑務官にしもやっぱあの親分さんには気を使う、であんまりにもひどいじゃない、あんまりにもすごい親分さんとかやったら、もう工場に降ろされんだよ、え、あのじゃあ作業しないんですか、作業はだけにドッとずーっと、ああ、ね、作業出らずに、作業出らんで、マジで、あんまりもうすごい方やったらやっぱそうなる、すごい、刑務官もやっぱそこは怖いけど、ね、変なことがあったらいかんけ、なんか仕返しとかあったら怖いけんっていうことです、俺の知り合いではね、ちょっと話取れるけど、あの福岡刑務所を勤めとった人、うん、であんまりにも待遇が悪かったけんって言って、はい、刑務所のあの感謝があるやん、寸胴所、はい、寸胴所に行って、タイヤの車のタイヤろ、車のタイヤ、はい、あれ全部刺して全部パンクさせたりとか、出てきた後に、そうそうそう、へえ、本人がそれでまた捕まったりしたらバカらしい、まあバカらしいけどね、うん、でもその人はそういう人、まあ名の知れたヤクザの親子の待遇が違うとかって普通にある、うん、もう全然普通、すげえ、あの人吉の、うん、あのボランティアに行ったところに結構コメントいただいてるんですけど、ああいっぱいコメントいただいてるもんね、はい、浜砂大輔さん、はい、私は地元です、この度浸水しました、人吉をよろしくお願いします、球磨川だけではなくて山田川の氾濫で多くの家が浸水しました、報道では伝えられてません、多くの人が泊まる施設も難しいと思います、仮設トイレなども助かると思います、炊き出し等も助かると思います、微力だけど募金します、この人ダイスさん、募金します、仕事コロナのあるので埼玉からボランティアには行けないけど熊本県に問い合わせればいいのかなと、あと関係ないけど見ると胸板思ったより分厚いのねと、いただいてます、まああと他にも結構ACQ さん、募金の窓口はありますかとか、結構人吉の分にはいただいてますね、このね募金の窓口に関してはね、DM とかでもね、これ30件ぐらいもらっとっちゃうね、はい、要は人吉に対し の、うん、その募金じゃなくて、俺が今ほら人吉に行き寄る、はい、でそれに対して家間チャンネルに、うんうんうん、現金として送りたいって、あ、ありがたいですね、うん、俺らのその行動に対して胸を打たれたと、はい、でそれを応援したいけん、何かしらね使ってもらえませんかっていうふうな問い合わせがすごい多かったと、めっちゃ嬉しいです、うん、いやこれは嬉しいよね、そうですね、でそれこそそのちょっと前に名古屋に行った時に、たまたま一緒したーんと居合わせて、でその時にもちょっと使ってくださいって、ね、大変と思うんでって言ってもらったりもしたとよ、お金を、お金を、進んでくれたとか、へえ、で実際ねそれ俺最初すごい悩みやったと、はい、もう俺ができる限りの その自分の裁量でやろうかなって思ったけど、うん、
それをしてもらうことによって自分がしたいなって思うことのキャパが増えるやん、うん、もっとできるもん。そう、いろいろその俺の中でやっぱ階層割れてよ、うん、あこういうとこもしたいな、ああいうとこもしたいなって、ほら一人しから帰ってきようときにさ、いろいろ話したやん、はい、でもこれをまだね口にするわけにはいかんじゃんね、まあ、本当にできるかどうかが分からんけん。そうですね、うん、で、それをこうずっと考えたときに、まず3人で一応考えたっちゃうけど、それに関しては本当にねありがたいなっていうふうな気持ちで思ったけん、それに関しては講座窓口をちょっと作ろうかなと思います、うん、でこれに関してその僕たちがこれから取り組んでいく部分に関して、まあ、応援してくれるっていう方がね一人でもいるんであれば、ここはねよろしくお願いします。もし振り込みをしてくれた方に関しては必ずね電話番号もうちょっと打っとってもらえると助かります、うん、一人一人必ず俺の電話を差し上げますんで、で、それに関しても有意義にきっちり人吉の復興に関して使わせていただきたいと思ってますんで、うん、もうじゃあ湯山チャンネルとして一つ講座を作るということですね、うん、そういうこと、うんうん、ただねやっぱね偽善者かって、うんうん、っていうコメントも正直あった、うんうんうん、アンチの中に、うんうん、で DM でも来た、うん、まあ実際ね、そういう声が出てもしょうがないのかなとは思うてよ。今回のことに関してはちょっと俺も反論させてもらおうと思ってたけど、はい、それってね自分がこうできてない部分の歯がゆさないのね、おそらく、あね、その俺らのことを偽善者っていうのは、うん、だけどこれに関しては申し訳ないけど反論させてもらう。だけど、もし偽善者って本当に思うんであれば、自分が今できることを探してほしいじゃん、熊本に対して、ね、この被災地に対して俺らを偽善者って言うんであれば、偽善者をちょっと超えてくれよって思うと、その偽善者って思う気持ちは別に変える必要はない。俺らを偽善者と思うんであれば偽善者と思ってもらってもいい。でもその偽善者以下の部分でとどまってほしくないわけよ、ね、どうせその偽善者って思うんなら思うなりのことをしてほしいわけ。できることっていっぱいあるじゃん、口じゃどうしようもないけど、俺らを認めん以上は自分でもなんかできるはずないよ。ああそうだね、だけ別に俺を否定してもらってもいい。でも否定する以上は自分で何かをねやってほしいと、これは一つのきっかけと思うけどね。ああ何もしてないよりかは何かしたがり、だけ俺らは偽善者のまんまでいいと、そこは、うんうんうん、でもできることを探そうって。まあ、もちろん今回その湯山チャンネルで講座を作ってまあ活動資金にするんでぜひ募金してくださいっていうのはまあ本当にまあうちのチャンネルに賛同してくれる方だけだと思うんですけど、まあその他にもね熊本県だったりまあその人吉市だったりいろいろ募金する先っていうのはあると思うんでね、まあ皆さんももしそういう気持ちが少しでもあるんであればぜひそういった災害の復興に向けて募金でもしていただければいいですね、まあ、うちのチャンネルに募金するんじゃなくてもね、うん、そうそう僕らにだけっていうあれじゃなくて、うん、まあそれは僕らを応援したいっていう気持ちの方だけでいいじゃんね、うん、まあ何かしらのね湯山チャンネルの動きに期待をされている方がもしいらっしゃればぜひ、うん、そういったところもお願いできればというところですね、うん、で必ず俺の電話を差し上げますんで携帯番号の方は必ず明記しとってください。はい、まあ、この動画が上がる頃にもし講座がもうできてればまあその概要欄に載ってるのかな、うんうん、まあでそれがまだ追いついてなければ後々また発表があると思いますんで、はいはい、はい、そんなところで今日はまあ、はい、まあいろいろ次の企画も見えてきたんで、うん、そうね、いろんなことをしていければいいなと思います、うんうん、はい、ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやなんか面白くないかなと思って丸々やってみて失礼面白くないかなと思う、面白くないかなと思う、面白くないかなと思う、カットね、カットね。